皆さんこんにちは。絵画骨董買取プロ、堂の金子でございます。えー、とこの作品はですね、えー、もうご存知の方、もうすぐ見てわかると思うんですけど、えー、政治のこういったもうシュッとしたオブジェも含めてですね、第一人者である深見、えー、東治さん、深見末春さんの作品でございます。 まあ私もあの京都に出身でですねああのまあ、実家、父親がそういう陶芸の関係のギャラリーなんかもしていたこともありまして深見先生とは非常にまあ最初の頃からですね婚姻させていただいている中でもございますけれども深見先生まあその後ですねまあ海外も含めてたくさんいろんなところであの大先生になっていかれましてでですねであの滋賀県にございます 佐川の美術館でも、まあ、先日も大きな展覧会、私も拝見させていただきましたけれども、まあ、非常に海外からのオファーも大きくて、ですねまさに日本を代表するこういった政治のオブジェのセラミックアーティストとなっていらっしゃいます。えー、ですから、20年前、私がこの業界に入った深見先生とまあ接点が少しできた頃よりも、ですね、まあ、今の方がうんとお値段も高いものもありますので、えー、ぜひ評価をさせていただけたらと思っております。 絵画骨董買取プロ集稼働では深見先生のお作品探しておりますので是非お問い合わせをいただきますようにお待ちしております。